聴者の皆さん、こんにちは。目指せアリ博士チャンネルです。今日も元気にアリの観察をしていきたいと思います。このチャンネルではアリの飼育や観察に役立つ情報やアリの魅力を配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。今日のお題は宿マーカー誕生、クロナガアリの初期コロニーの餌にオートミールがおすすめという動画です。今日は久々の長編動画です。映像は全部で5画面を用意していますので、よかったら最後まで見てもらえると嬉しいです。2022年4月21日に採取したクロナガアリの女王に、ついに初期マーカーが誕生しました。パチ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 。初期マーカーは2匹います。幼虫たちもたくさんいて、奥にはオレンジ色に色づいたサナギが見えます。クロナガアリのサナギは、ラヨウといって、眉を作らず、成虫の形そのままのサナギになります。これは、黄色シリアゲアリでも同じです。色づいたサナギはあと1週間もすれば、マーカーとして羽化すると思われます。今回の動画では、クロナガアリの初期コロニーの餌として、オートミールを与えてみた結果を配信します。オートミールは、ミルワームの餌として、浜田屋チャンネルさんからいただいたのですが、それを今回はクロナガアリの餌として流用します。浜田屋チャンネルさんは、胸アカオアリや、クロオアリ、ニコバレシスオアリの飼育動画を配信されていますので、よかったらそちらもご覧ください。浜田屋チャンネルさんは、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからご覧になれます。では、オートミールを与えていきたいと思います。与える量はごく少量で問題ないです。1個でも多すぎるので、半分くらいの量を与えていきます。それ以上を与えると、食べ残しからカビが生えますので、必要な量だけ与えるのが、とても大事です。与えた直後、パニックになってしまいました。クロナガアリは光、振動、空気の流れにとても敏感なアリで、餌やりの際の振動や光がストレスになっている可能性があるので、餌は必要な時に、必要な量を与えるようにすること、そして、その時間を極力短くすることが大事です。与えてすぐは、やはり食べません。後で気づいたのですが、おととい与えたオートミールのかけらを、幼虫たちが食べていました。まだ食べきっていなかったので、餌やりのタイミングが少し早かったかもしれません。女王アリたちが動いたことで、奥に茶色く色づいたサナギの存在が確認できました。このサナギは、数日以内に羽化すると思われます。10分後、マーカーがオートミールの前にやってきました。果たしてマーカーはオートミールを食べるでしょうか？じっくり観察していきたいと思います。マーカーがオートミールに食いつきました。口元にある、口吻を使って、オートミールを舐めているように見えます。もしかすると、クロナガアリは、私たち人間と同じように、種子に含まれる、デンプンを、アミラーゼなどの酵素を使って分解して、エネルギーを得ているのかもしれません。このあたり、どなたか詳しい方、コメント欄でぜひ教えてもらえると嬉しいです。では、
ワーカーがオートミールを食べる様子をじっくり観察していきましょう。2時間後、女王と幼虫たちは石膏の方に移動していました。移動後も、幼虫がオートミールを食べていますね。今回の動画、いかがだったでしょうか。クロナガーリのワーカーは、オートミールを食べます。栄養価も高いので、おすすめの餌です。他にも、クロナガーリの餌で、こんな餌がおすすめ。というのがありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録をお願いします。この後、編集後期があります。動画のリクエストを、引き続き募集しています。リクエストをくださった方、まだお答えする動画を作れていなくて、ごめんなさい。現在まで、石膏巣の作り方に関する動画や、野外観察の動画、多種実験に関するリクエストをいただいています。これから、動画作りの計画を立てて、作っていきたいと思っています。リクエストがある方は、動画のコメント欄や、Twitter、Instagram の DM でご連絡ください。では、または。